Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。いつもね、バイオハザード6をやりながら人生相談ね、やっていきたいと思います。今日からチャプター3に入っていきます。記憶を取り戻しつつ、これ取り戻したのかな、まあ、取り戻しつつある、あとか取り戻したのか、クリスを操作しながらね、コンパと暴走クリスをお見せすることになりますが、お楽しみいただけたらと思います。ということで早速ね、質問に乗っていきましょう。ここからあれだね、社会人シリーズになってくるね。はい、今年4月に新卒として社会人になったものです。会社の決まりで2年目になったら外部企業の研修を受けに行くのですが、先輩社員からはあまりいい評判を聞かず、今から怖くなってしまっています。できれば受講したくないんですが、いい回避方法はないでしょうか。はい、僕自身もね、過去ね、研修会社にいたんで、まあ、そういう企業から派遣される社員さんの気持ちっていうのもよーくわかりますね。前向きにね、早く行きたいって言ってる社員さんもいれば、もう行きたくなくて仕方ないんですよ、なんとかなりません、ブルーホースさんって言われても、いやー、まあ僕もね、ちょっと生活かかってるんで、ぜひ来てくださいよ、みたいなことをね、話したりとかはするんですけど、うん。で、いいかどうかっていうのは、正直研修の内容に関してね、いいかどうかっていうのはやっぱご自身の判断なんですよ。その先輩 100% 全員が研修行って終わったわみたいなね、話だとしたら、なんて言うんだろう、それは行かないように済む手段っていうのを考えられた方がいいかなというふうには思うんですけど、もし中にはね、受けてよかったよっていう社員さん、先輩がいるんであれば、やっぱり研修のその受け取り方っていうのは人それぞれ良し悪しっていうところだと思うんで、まあ、できればね、受けに行ってご自身で判断してみるっていうのがいいかなと思います。ただやっぱり会社の一環として受けなければなりませんということだったとしたら、もう受けなければならない、それが嫌だったら、ね、なんかタイミングよく次の4月とかに転職活動されるということをお勧めさせていただけたらなというふうに思いますね。だから会社によってはこの研修を受けることが必須ですっていうふうに言ってる会社もあれば、それから受けなかったら昇進させませんって言ってるような会社さんっていうのもあったりするんですよ。実際にクライアントさんでもそういう企業がありましたんでね、いついつまでにこれを受けてないと出世できませんとかね、会社には入れませんみたいなとか、あとはそのマイナビとかリクナビとかの研修制度の中なんかにも、やっぱりこういう研修を受けてます、受けさせますとか、こういう研修ありますみたいなことを書いてるところっていうのも正直あるんですよ。そこを見てまあ、そこに書いてなかったとしたらね、ちょっと聞きようがないんですけど、書いてたとしたら聞いて、これってどういうものなんですかと、自社でやるものなんですか、外部企業に行ってやるものなんですかみたいなことを聞いてみて、で外部だよという、外部だったらどんな内容なんですかっていうのを、まあ、ね、掘り葉掘りね、面接の時点で聞くべきだったっていう話ですね。まあ、ただもうこの方も入社されてらっしゃるんで、まあ、ちょっと難しいと思いますから、まあ、そこからだと、まずはご自身で受けてみていいかどうかっていうのを判断してみられるというところになるんじゃないかなと思います。ちょっと遊ぼうかな。シュール。このカメラアングルやめい。なんとか第五公園って書いてあるね。知らんかった。で最後カッコつけてね、もう一個遊んでから行こうかね。こんなね、戦争の中でもね、癒しって大事ですからね。セフィーンピアーズでもやってみたいな。バランス下手くそか、体幹を鍛え直さなきゃいけない、ね、じゃあですいません、質問に戻りますね。でもしかしたらその嫌、もう受けること自体が嫌だったら転職をしなきゃいけないんですけど、もしかしたら受けてみたら先輩はダメだダメだって言ってる、嫌だ嫌だって、ね、良くなかったって言ってる人が多いかもしれないけど、あなたにとっては良かったっていう経験になるかもしれないんですよね。まあ、ただ多くの場合はそうならないケースもあるんですけど、まあ、1年働いてみてね、その研修がどういった研修なのかわからないですよ。今更マナー研修とかね、社会人としての心構えみたいな研修やらないと思うんで、多分スキルアップなのか、まあ、内省的な メンタル的なね、心理学っぽい研修を受けることになると思うんですけど、まあ、その1年働いてみての振り返りとして研修を受けてみて、まあ、今後の働き方とかキャリアプランの形成とか、それからまあ人生の洗い出しをするにはいいきっかけになるんじゃないかなというふうには思います。で本当に合わなかったとしたら、もう残念ながらそういった研修を採用している会社と今後長く働いていたとしても、あなた自身と
それから会社との価値観っていうのはもう合わなくなってきているというふうに思いますんで、遅かれ早かれ別の道を辿っていく、検討するっていうのでいいんじゃないかなというふうには思います。はい、はい、というところですね。うん、じゃあ続いてのね質問に行きたいと思います。うえ、いっぱい来ちゃう、ちょっと待ってね、こいつら倒してから行きたいと思います。ういっ、ういっ、ご褒美タイム、オッケー。うん、じゃあ次行こうか。いないね。よし、じゃあ続いてですね、はい、今働いている職場がブラック企業です。有給申請をしてもなんだかんだとへりくつをつけて許可はもらえないし、年間で5日取得する義務があるにもかかわらず、会社で勝手に取ったことにして普通に出社して仕事させられています。ああ終わりか、これで質問シンプルに法律違反なので労働基準監督署に駆け込んでみましょう。でこれは少なからずこのご質問者さんに関わらずですね、同じような被害を受けている方々っていうのはたくさんいらっしゃると思いますので、まあ、ぜひね駆け込んで会社の体制を変えて、でこれまでね取得することができなかった有給なんかっていうのもどんどんぶんどっていっていただけたらなというふうに思います。うん、じゃないとね撲滅できないですからね、こういう会社っていうのはね。うん、だからブラック企業の多くっていうか、まあ一部のブラック企業っていうのは単にそこの社員さんの能力がないからブラック企業みたいな、ダラダラ働いてダラダラ労働してみたいなことが、労働して残業時間勝手に伸びてみたいなことがあったりとかするんですけど、まあそうじゃない企業に関してはね、会社の体制の問題になってくるんで、そういう意味で言うとこの場合はアウトです、完全に。うん、シンプルに法律違反ですと。で、有給っていうのは権利であって会社でコントロールしちゃいけないんですよ。コントロールできるものじゃないんですよ。うん、なんですよね。だから大体申請する際に、なんかよくあるのは使用のため有給を取得する理由を使用のためって書かれている方とか多いと思うんですけど、実はそれすらもいらないんですよね。申請を上げた時点で取得日数さえ残っていれば会社はもうそれを受理を必ずしなきゃいけないものになるんですよ。うん、で会社が勝手に取得する日を決められるっていうものもないので、それっていうのは法律違反をしているので確実に訴えた方がいいです。これなんかのニュースで流れてたんですよね。なんか有給を申請をしたにもかかわらず全然受理をしてくれない、なんか所属長がいると、課長だったかな、なんか総務かなんかの課長がいて、で受理をしてくれないから申請だけ上げてその書類を置いといて、で会社に何て言ったらいいんだろう、もう年末から来ませんでしたみたいな。だから5日くらい休んだ人がいたんですよ。で、年末年始挟んだんで、まあ大体1週間、2週間くらいの休みを取った方がいるんですけど、で、その課長からすると、その、本人は有給を取ってるつもりなんですよ。本人は有給を取ってるつもりなのに全然会社に来ないから、こいつは、なんかもう、会社はサボってるんじゃないかと。うん。無断欠勤をしてるんじゃないかと。いうふうに思って社長に相談をしたそうなんですよ。で社長が無断欠勤をしてて、なんか何日以上だったら、その何日以上の無断欠勤をした場合には、会社をクビにできるっていう社内規定を設けてたはずだから、それでクビにできるかっていうことをなんか税理士さんだったかな、税理士さんだったか公務弁護士さんだったかに相談した。税理士さんじゃないか、税理士はあれだから法律の方だからね、だから弁護士かに相談をしたっていう話があったんですけど、まあ、残念ながらそれもできないというような話があったんですね。で、その上でじゃあ実際どうだったのかというと、年が明けたタイミングでその無断欠勤をしていたと思われる人が出社をしてきたわけなんですよね。ところがその出社した人自身は、いやいや、あなた課長が全然有給を認めてくれないから申請だけ上げて、あなたが承認したかどうか知らないけれども、うん、有給は使わせてもらいましたと。だから年末年始出社してませんでしたよと。でそれを今さらなんか会社クビにしてくるなみたいなこと言われても困りますっていうような話をしたんですね。でその弁護士の見解としては、有給っていうのはさっき言ったように取得日数さえ残っていれば
申請を上げた時点で会社はそれは受理をしなくちゃいけないって理由がどんなものに関わらず、あのね、受理しなくちゃいけないという話なんですね。だから申請を上げてるんで、もうそれはあの課長の意思に関係なく、もう取得されたものだと、受理されたものだという扱いになっています。はい。なので、勝手に有給を取らせているとか、そもそも有給をあのへりくつつけて取らせてもらえないっていうような、あの今所属されている会社さんに関しては、まず間違いなくブラックというか、もう法律違反を犯しているところになりますので、あのそれは早々にね、あの労働監督基準書とかね、あのあるいはもうあの弁護士雇ってでもいいから、あの訴えた方がいいと思いますね。ここ結構知らばらんだよね。ここ大変なんですわ。あ、次の質問ちょっと短いから、ちょっとでも落ち着いたらあのパッと見たいと思いますけどね。うん。あ、で、結局その会社どうなったかっていうと、社長からその課長をもう厳重注意を行って、その有給を取得したって、無断欠勤扱いされてた人っていうのはちゃんと有給取得っていうのが認められて、で、普通にまた継続してね、勤務続けることができるようになったっていうオチになったと。いうふうなことが書かれてましたね。まあ、そういうもんなんですよ。僕もなんか有給を取るのにいろいろとそのことを読んでから、もうなんだろう、細かいこと書かなくなりましたね。うん、もうね、だって有給取得とか、そもそも有給取得って権利でなんか義務化されるのもおかしいですよね。まあ、年間でね、10日から20日の有給っていうのが勤続年数によって取得される日数っていうの、取得できる日数っていうのは変わってきますけど、そもそも全部取れて当たり前なのに、なんか5日義務っておかしな話であって、それが取れないのであれば、会社なり国なりっていうのはその分 の日数にかかる金額で買い取るべきなんじゃないかっていうふうに思ったりしますけどね。うん、だって休んでいいよって言われてるのに、休まず働いてくれるか、会社員なんてすごい堅実でいいじゃないですか。うん、たまらないですよ、そんな人がいたらね。うん、まあ、経営者はそう思わないんでしょうけどね。あと、なんか、さっきどっかの会社っていうか、まあ、徐々に広がりつつあるんですけど、なんか積み立て有給っていうのかな。だから通常、有給って、2年間で消滅していくんですよ。だから例えば初年度入社したら最初の半年で10日がついて、2年目で1年半か1年半で、11日ついて、で2年半で何だっけ12日ついてって、ところが2年半の時になると、トータルだったら本当は33日あるはずなんだけど、最初の1年間の10日っていうのは消えてるんで、最大で23日しかその年は取れませんっていうのが通常の法律なんですけど、これは会社独自のルールで積み立てができますということで、例えば3年間貯めたらそれこそ33日かの有給が取れるようにしたりとか、で、次の年だったら14日、付与されるんで、全く取ってなかったとしたら47日間かなの有給が取れるっていうような会社っていうのが出てきてる。だから30年間働いたとしたら、なんか600日っていう試算が出てたんですけど、600日って言ったらね、全く働かずに、600日だから、まあ、約1年、と、まあ、2年はいかないか、1年8ヶ月、9ヶ月くらいかな、の有給を取れるっていうんで、まあ、30年働かなきゃいけないっていうのはなかなかしんどいけど、うん、でもそれでね、1年半くらいね、お給料を、その時のね、まあ、50代くらいですから、まあ、相当の給料をもらいながらね、何も働かずにね、遊んでられるっていうのは相当いいんじゃないかなって思いましたけどね。また30年働いてね、1年半くらいしか休みがもらえないっていうのは、それもそれでどうなのかなって思ったりしますけどね。うん、まあ、そんなところですね。ということで、そろそろ、こいつ、まあ、いいか、おい。次のパーツ進みそうですね。OK。じゃあ一旦ここで区切りがいい感じなので、ヘリコプター逃げてったんで、多分このヘリコプターを爆撃するところでコンパと終われるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ次行きましょう。3月から就職活動に臨む学生です。一生に一度の新卒就活なんで、絶対にブラック企業には入社したくないです。何か見抜くコツはあるでしょうか。まあ、いろいろあるんですけど、まあ、給与がね、残業代込みになってないか、まあ、いわゆるみなし残業っていうものですね。で、しかもそれが、何時間働いていくらですっていう記載すらもないような会社っていうのも、これはもう法的にアウトです。基本的に残業っていうのは、時間外労働になるんで、通常支払われている給与の 1.25 倍とか 1.35 倍の価格でやらなくちゃいけないんで、
ですけど、残業代込み5万円ですみたいなことしか書かれてない場合なんかっていうのは、いくら働いてその5万円って発生するのっていうのがわからないんで、これアウトっていう話ですね。うん、ただまあそもそもみなし残業やっているところって一見なんか高く見えるんですけど、結局昇給していくのって基本給の方なので、みなし残業代込みの会社っていうのには勤めると、それ自体が結構危なかったりするんで、注意してもらえたらなというふうに思います。あとは勤続年数ですね。まあ、リクナビとかマイナビとかだったら確か記載があったはずなんですけど、平均勤続年数っていうのが10年から12年を下回る企業っていうのは危ないですね。それだけ入れ替わりが激しい会社になるんで、だいたい社員さんの構成っていうのが、まあ、子さんの社員と若手くらいしかいなくて、中間層20代後半から30代くらいの社員さんっていうのがいないんで、若手としてはすごく居づらいし、成長しにくい環境になっているってことは、まず間違いないということが言えるかなと思いますね。まあ、つまり育ててくれるような人がいないんで、ほったらかし状態になっちゃうんですよ。で、子さん社員っていうのがまあブイブイ言わせているんで、まあ、パワハラ気質の会社であるっていうのは多分免れないんじゃないかなと思ったりしますけどね。あとは転職サイトでその企業のことを調べてみて、どのくらいの頻度でね採用ページを出しているかなんかっていうのを見てみるといいかもしれないですね。ずっと出している場合なんかっていうのは人手不足であることと、まあ、それから社員は切り捨てるものって考えている企業なんかが多いんですよ。まあよくあるのは不動産会社なんかでね、 D とかね、DK とかはなんかよくねあったりとかね、それから M とかの不動産会社なんかっていうのは結構ねずーっとなんか出したりします。僕も一回転職してますから、転職サイト登録してるんですけど、時々覗いたりとかするとそういうね情報とかがずーっと、あれまたここ掲載してるんだみたいなのがあったりするんで、うん、そういう会社はやっぱりなんだろう、入れ替わり激しいし、まあ、結構ね人をパッと切り捨てる、要は成績が残せてない会社員なんかはもうすぐにいなくなるような職場と、まあ、今基本的にねアメリカとかだったら成果残せてない社員をすぐに切るっていうのがあるんでね、まあ、日本だけですよここまで優遇されているのはね成績取れてない人でも、でもやっぱりアメリカナイズされているような会社なんかっていうのはそういう薬があったりとかすると思うんで、そこはやっぱり注意が必要かなというところになります。で、あとは、まあ、転職サイトの、口コミサイトですね。なんかも見ておくといいかなと思うんですね。うん。基本的には、悪いことしか書かれてないんですよ。転職した際に、こういう理由があったから転職しましたっていうね、自分が嫌だったから転職しましたみたいな理由が書かれてることっていうのはもう常なんですけど、まあ、だから、全部が全部ね、その会社の悪いところだっていうことで、良くない部分だって言ってね、鵜呑みするっていうのはよろしくない。のはよろしくないんですけど、うん、まあ指標にはなると思います。生の声がね書かれているわけなんで、ただまあそれってなんか数値的に見ての話にはなるんでね、まあ、そこは注意した方がいいかなと思います。やばい、助けてありがとう。もうちょっと一気に回復しといた方がいいかもしれないな。うん、ほいフリスクで、あとは経営理念とかその会社が掲げている行動指針とか方針っていうのは注意した方がいいです。すごくいいこと書いている会社さんは圧倒的に多いです。ところがそれっていうのはあくまで理想を掲げているので、今俺たちこれできてないからねっていうんですよ。だって理念とか方針とかってできてるんだったらわざわざ掲げる必要ないんですよ。皆さんも目標って掲げるじゃないですか。目標掲げるってことは自分が目指すべきものとか、それからそのための行動の内容とかっていうのがあるわけですよね。それが目標、建物まで、それが目標ってわけなんですから。ってことは会社がその理念とか目標を掲げているっていうことは、まあ、一番できてません、一番できてないからそれを頑張ってやってますっていうことをもう言っているようなもんなんで、顧客満足とかね、従業員第一とかっていうことを掲げているような場合だったら、そこは注意しといた方がいいというふうに思います。従業員のことは切り捨てる会社ですせとかね、そういうことをね公言しているようなもんなんで、はい、そこは注意しておいた方がいいと思われます。あとは実際に働いてみての人間関係とか業務内容に関しては、さすがに入社してみないとねなかなかわからない部分があるんですけど、面接官の態度とかね、会社に行ってみての挨拶の雰囲気とかっていうのを見て、まあ、多少判断できるかなというところはありますんで、そこを注意してみてください。あとはシンプルに社長がな合わないとかね、クソだなと思うところは選ぶところでの対象外には間違いなくなるんで、そういうところは注意された方がいいのではないかというふうに思います。はい、そんなところかな、ブラック企業の見方っていうところはね、うん、あとはね、
休暇日数は確実に年間120日を超えているところを見といた方がいいですよ。103日とか105日って結局月に7日から8日しか休むことができないんですよ。まあ、年末年始とかお盆の休暇とか入れるとあれなんですけど、入れてもだいたい103から105日くらいかなというふうに思われるんですが、うん、あ、 OK 倒したなんですけど、うん、やっぱりねしんどいですよ。祝日、要はね、土日しか休めないけど祝日は出勤しろっていうね、形態になってきますんで、はい、そういうとこはやめた方がいいかなと思いますね。で、あと週休2日と完全週休2日っていうのはどう違うかっていうと、完全週休2日も言葉通りです。で、週休2日制っていうのは土日って書いてあるけど、年に何回か土曜日は出勤するとか、隔週で土曜日出勤するとかっていうような形態で働かせているところとかもあったりするんで、だからそうなった場合は週休2日でも年間の有給取得、有給じゃない、休暇取得日数がいく何日なのか、それが120日超えてればほぼ完全週休2日っていうところだと思うんですが、いいかなと思いますね。はい、ということでね、ヘリコプターを倒したというところですんで、この扉くぐったところで一旦本番区切りたいと思います。はい、ということでね、本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。終わっていいよね、これでね。大丈夫だね。はい、じゃあバイバイ。